世界経済フォーラムの年次総会、通称ダボス会議が16日、スイスで始まりました世界各国の首脳や国際機関の代表、企業経営者ら2700人以上が参加し気候変動対策などの課題について議論を交わします今回のテーマは分断された世界における協力の姿です ロシアによるウクライナ侵攻で各国の対立が深まる中で、世界が協調し、課題に取り組むことの重要性を確認します。ダボス会議はドイツのショルツ首相や EU のヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長などが参加し、20日まで開かれます。